森永太一郎昭和12年1月24日は日本の実業家。森永聖火創業者。佐賀県伊万里市出身。安倍晋三首相の妻、秋江は外ひまご娘にあたる。父、常次郎、母、菊の長男、伊沢衛門として生まれる。聖火の森永商店は陶磁器の積み出し校として栄えた伊万里で一番の陶器問屋だった。 イマリ湾の漁業権を握る網元でもあったが、父の代には家勢も衰え、6歳の時に父が病死する都財産は人手に渡り、母は再婚。親類の家を転々とする幼少時代を過ごした。やがて叔父の山崎文在衛門に引き取られて山崎太一郎となり、商人の心構えを教え込まれた。12歳まで自分のなさい性格に欠けなかったことから、 方向の余下に手習いをさせてもらう約束で、本屋の住み込み店員となり、13歳で野菜の業商人になり、15歳からイマリ焼きの豚屋に方向し、19歳で上京して、おじも出資していた、横浜の合資会社ア有田屋で働いた。20歳で結婚し、翌年九谷焼きを外国商館に販売していた、横浜の陶器ト豚屋道谷商店で数年を過ごしたが、同店が倒産し、 再建者への返済のために店の商品を海外で販売することを目論み、明治21年24歳の時に妻と長女を日本に残して渡米した。サンフランシスコで焼き物の販売を試みたが、労働者階級の地域であり、陶器の価格も高かったため、失敗に終わった。日本から持ってきた陶器をオークションで売り払って日本に送金し、無料宿泊所である、 日本人、ミッション協会の厄介になりながら、米人家庭の掃除や、皿洗いなどで孤高をしのいだ。そこで、日本では誰も手がけていなかった、西洋菓子の製造に目をつけ、菓子工場の仕事を探したが、人種差別の強い時代のためもあって、なかなか望む仕事は見つからなかった。オークランドに移り、下働きとして住み込んだ、スカンジナビア人とアイルランド人のクリスチャンの、 老夫婦に親切にされたことをきっかけに、キリスト教に関心を持ち、後にメリマンハリスから洗礼を受けた。明治23年夏に一度は日本に帰国し、故郷のイマリで福音伝道を試みたが、全く相手にされなかった。異教に入信したことを知ったおじに感動され、森永生に戻る。三ヶ月後今度こそ西洋菓子製法の習得を目指して、再び渡米し、 アラメダのジョンソンホームベーカリーの雑用係を経て、明治28年31歳の時に、オークランドのキャンディー工場キャンディーストア、ブルーニング社の掃除係として入社した。この当時、森永は身長180センチメートル、体重70キロの巨漢だった。ここでも多くの人種差別の苦難に遭いな、この時オークランドのブルーニング夫妻から小売りをせず、 卸しだけやれば、家賃の安い偏僻なところでも済む。自分も二つぼばかりの小さな家で菓子を作り、そこで寝泊まりをして始めた。と助言を受け、明治32年6月下旬に横浜に到着した。帰国後1899年現在の森永製菓の前身となる森永、西洋菓子製造所を東京、赤坂に設立した。主にマシュマロを製造していたが、 後にキャラメルを主力製品とする。当時、天使の食べ物と呼ばれていたマシュマロは、在米中に行った。1905年には貿易商社に勤めていた松崎サダサブロを迎え入れ、森永は自らリヤカーを引いて、販売に当たった。帰国後キリスト教を離れたが、1930年に二度目の妻を亡くしたのをきっかけに、再び信仰に戻り、 1935年4月に社長を引退、その後はキリスト教の教えを解きながら全国を巡る日々を過ごし、1937年に71歳で没した。ありがとうございます。